はい、はい、ダークワドウスキエヴァちゃんのラジオオブザーデッド。ラジオオブザーデッド、星野源さんお疲れ様でした。お疲れ様でした、ここからは我々クリーピーナッツが出た、オールナイトニッポン、クリーピーのやつじゃん。最初のやつ似てるから、似てるからお互い似てるから、似てるから。ダグです。あ、こちらダグです。最近のお気に入り、私くんのお気に入り。いや、まあ今日まで毎週欠かさずラジオ上げてきたわけだけど本当だな、大変だったな。雨の日も風の日も雪の日も、雪の日も、うん、やめる時もやめる時もやんでしかないからな。こちらダグちゃん、ダグちゃん、あのアマゾンで3000円で買った、お、俺の赤ちゃん、俺の赤ちゃん、かわいいベイビーはいはい、年の瀬の話しよう。あ、いいよ。私はもうここ数年のことで、うん、マチコの大月さんとニノニノが私の実家に来て、うん、年を越して、え、お前の実家に来るの？そうそうそう。はあ、パーマ率高全員全員、うん、アウトレイジじゃん。そう、紅白始まるぐらいにみんな集合して、うん、みんなそれぞれ仕事を終えてきて、仕事ね、そう、うん、でもとりあえずお前の家の洗面台で血を洗い落として何の仕事なので、うん、紅白見て年越し、うん、ジャニーズカウントダウンで年越して、ああなるほど、そう、王道パターンだね。そうですよ。で初詣行って、え、そっからもう深夜の初詣、そうそうそう、近くにあるから、はいはいはい、うん、で、うん、朝まで飲んで、うん、帰ると。いや、いいっすね友達いるやつの過ごし方じゃん。いるやつ、はあ、それが今年と去年とですね。じゃあ紅白で一番上がったのは、あんね、やっぱ最後の今年良かったから、皆さんそう思ってると思いますけど、やっぱ桑田さんとユーミンはやっぱヤバかったじゃん。ヤバかったんだよ。何がヤバいって、あのユーミンがこう胸さうあぎのって言いながら踊ってんだけど、踊れてるってとこがね。ああ、なるほどね。めっちゃかっこいい。動きかっこよ、ユーミン。え、そこ？そう。サブちゃんが言えなかったとこじゃなくて。すずちゃん、サブちゃんも言っちゃったんだけど、桑田さんの。今何時？ああ、みたいになっちゃってる。サブちゃん。いや、もうか、そう、でもそこの、やっぱ時間か、うん、やっぱ宮本りんごさんはもう。ああ、そこは、そりゃよかった。もうね。よかったっす。宮本さん最高です結果的にエビバディへとイエーイは言ったから、言った言った言ったってなったもんね。言った、めっちゃ和風の曲です。途中からもダンサーだったもん、ね、ダンサーだった、よかった。歌うか踊るかはしてないといけない人だから、そう、エネルギーが溢れちゃうよかった。確かに、そうなんだ。そこ2組かな、生き物係じゃないんだ、生き物の中にね、そっちが、ちょっとじゃないでしょ、その感じ全然むしろチャンネル変えてる一瞬ガキ塚に映ってるみたいな。いやいやいや、そう、米津玄師、え、あ、違う、当てる、当てる人俺を、あー、ちょっと待って、米津玄師、おげんさんかな。あ、おげんさんね。あ、おげんさんよかった、よかったな、おげんさん後ろの、後ろしか見てない、俺も後ろもはやね、豪華すぎて本当に、まあ、いつものことなんだけど、安定感、あの鍵盤ハーモニカとか、曲始まる前に、うん、あのドラムの川助さんがさ、はいはいはい、カウントだからさ、はいはいはい、川助さんに振るじゃん、振ったね、うん、うちで最年末っ子の末っ子の川助って言ったのが最年少ってさあれが良かったよかった、あそこで捕まれたおげんさんに捕まれてる、おげんさんに捕まれたよ、あれよかった、うん、あの振りはすごくよかった、
出てる人大体俺好きだし、宮野真守と、ああ、マモね、マモとマモキレキレだった、藤井隆と隆子だね、俺はよかったです、ね、いや、まあ、おげんさんも米源さんも、米源さんよかったよ、米源さんは俺はもう10年前から追ってますからマウント取りよ、アピールだよ、マウント取りよ、やだね、うん、ボーカロイドもハチさんの頃から追ってますから、うるせえな、いや、けん、そうね、でもよかったよ、レモンね、喋ったみたいになってたけど、俺もうライブ2回行ってもう MC 聞いてます、喋ってるって知ってるし今更まだ見たことない、ただまあ、米源さんは、いや、普通に星野源もよかったし、普通のステージの方、うん、ね、てかやっぱスタッツが出てるのに結構なんかちょっと感動してしまって最近ずっといるよ、そうなのよ彼は、だから今後、え、いるのかなって思ったの、そこまでやるのかな、まずと思って、2番のところまで、そう、長いからね、そう、そしたらもうめっちゃ隅っこの方に、うん、こんなんして横向きで手元ばっか見ちゃうみたいな、いたみたいな、いるいる、端にね、結果的に全部やったもんね、全部やった、よかった、全部やるよ、すごい、ドラマでちゃんと、そうよ、すごい、紅白 NHK さすが、やっぱ朝ドラの曲ですからね、まあ、僕はちゃんとアルバムのついてきたスタジオライブの DVD も見てますからやめろ、アピるんじゃない、やめて、そうやってマウント取って、マウント取りよ、やめて、私も見てないし別に確かに見てないし、なんかもう今年で終わるのかなみたいな天気だったよね、え、大丈夫、あ、サチモスが、あー、臭くて汚ねえライブハウスから来ました、そう、超かっけまさかの響いてた、超かっけえな、サチモスさ、いや違うんすよ、その後さ、桑田さんとか出てきてわーってなってるとこでさ、ああマジ微動だにしないの、あの人たち、いたのいたあの知らない、前の人とかがこうやってなんかわー、ああ歌ったりとかなんかやってる後ろでこうサングラスなりました、なりました、あれはさすがにちょっと気になっちゃいましたね、あ、それは浮いてんな、やばい、キングヌーじゃんと思った、 NHK 出た時のね、そう、渋谷の、透かしてっからバンドは、そうなんだ、ね、あの手のバンドは、びっくりしちゃった、それはダメなの、やん、サチモス好きでしょ、だってあんたライブ見に行ってたじゃん、あ、それダメなの、お前的に、いや、 やっぱ馴染めないよね、サチモス、いやでもほら、さすがにこうなんかこうさ多少動くと変わるじゃん、あれはだって動かないようにしようと思ってないとあんな動かないことはないよ出てってんのにね、そうよ、確かにね、と思いました、映りたいけど動かないってこと、なんかちょっとちょっと半端な感じが、あー、なるほどね、そこでそれは強調性あるな、お前俺全然いいですけどね、いいんですけどね、まあ、ちょっと笑っちゃった、見ながら、うん、やべえっつって、サチモスやべえ、いや、上がってんじゃん、うまかったです、トゥワイスは、トゥワイス大好きでしょ、ね、トゥワイスみんな好きだよ、トゥワイス爆上げだったね、トゥワイスはトゥワイスはあんまり印象にない、わかる。多分好きじゃないと。あのなんか AKB のなんだっけ、タイバージョンか、ジャカルタみたいな。ああ、ジャカルタ。あれのなんか代表の子がすごい泣きそうになって喋れないみたいな、あそこの印象がめっちゃ強くて。ああ。TWICE の方があんまり印象にない。TWICE はジャクソン5のカバー。あ、そうだ。なんであの曲だったの？知らない。TT じゃないんだ。TT は去年やったから。あ、そうなんだ、うん、あ、じゃあ違うので今年は、うん、あのダンス・ザ・ナイト・アウェイっていう曲と Yes or Yes っていう曲が俺の中で良かったの、なるほど、あ、ついちゃんが好きなんですけどで、
スイーちゃん。あのまあイエスはイエスの話はしたじゃん。したした。バッコだって言う。空耳ね。空耳ね。イエスオーイエスのね。そう。はいはい。ななななバッコだイエスオーイエス。空耳ね。マンコラらしいです。あ本当になんだ。マンコラって、あの韓国好きの。韓国語なのかそこは。そうそうそう。ああなるほど、うん。英語じゃなかった。英語じゃなかった。なるほど。マンゴラ。でもう一個のダンスザナイトアウェイっていう曲が俺好きなんだけど、うん、B メロかな。オーヌニーっていう。そんなんばっか。そんなんばっかよ。空耳アワー好きとしては。空耳アワーだ。オーヌニーっていう箇所もあるし、オーヌニーっていう箇所もある。音の違いだけですけど、リロリロリロ繋がってっちゃう。オヌニーリロリロはやばいな。ロリコンがそんなこと言ったらもうやばいよ。マンゴラリロリロ。やばいやばい。マンゴラ、マンゴラリロリロ。本当だ。やばいやば。やんなかったからね。やんなかった。やんなかったから確かに印象に残りづらかったし。そんくらいですね。はい。後半は。